はい、それでは皆さん、エヴァチャンネル始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、先ほど、超党派議員連盟の、PT の方に参加してきまして、はい、1回目はですね、緊急一時保護がテーマだったんです。私たちも10分間時間をいただいて、あやさんが緊急一時保護と所有権の停止について、いろんなさまざまな問題を、プレゼンしてきてくださったんですけれども、今日はその、緊急一時保護と所有権停止にまつわる課題についてお話ししていきたいと思っています。はい、まずですね、緊急性のあるものというのがもうどうしてもあると思うんですけれども、それは例えば、はい、そうなんですよね。もう私たち本当に次絶対もう本当にもう最優先事項と言っても過言じゃないのがこの緊急、一時保護で、これをやっぱり次の法改正できちんと実現してもらうにはその立法事実っていうのが必要ですと、でそれはどうしてじゃあ法改正が必要なんですかっていうこの事実を私たちは今日お伝え、させていただいて、まずその緊急を要する事態っていうのは例えば私たちもよく相談を受けていた、もう車中に炎天下であったりそういうひどい状況の時であっても車中に閉じ込められたまんま、ご飯も水も与えられていないっていうような状況だったりとか、またあと飼い主が入院とか孤独死をして動物が家の中で閉じ込められたまんま適切に何にも世話されてない放置されているような状態とか、いるって分かってんのに書き締めちゃうんですか。そう本当そうなんだよね、そこに動物が閉じ込められてるよっていう事実が分かってるのに、警察も行政も鍵閉めて動物放置して行っちゃったみたいなね、本当に最悪の事態も残念ですが起こっているわけですよね。でもうそういうこう取り残されるケースはもう本当に時間を争うので、熱中症になったりとか餓死したりとか、状態の悪い子はもうすぐにでも適切な医療をかけないと命を落としちゃうっていうようなねことがやっぱり多々あるので、どうしても迅速に保護しなければいけないっていう、そういう状況ですね。もう待ったなしの状態、命のカウントダウンがもう始まっちゃってるっていうようなぐらいすごい切迫した状態のケースっていうのもあります。あとは日常的に、虐待されているところからどういうふうにして、保護しなきゃいけないのかっていうのもありますよね。だから緊急一時保護とセットなのがこの所有権の一時停止っていうことなんですよね。で、たとえ虐待している飼い主であっても、無理やりその動物を保護して連れてくるっていうことになると、もう自分に所有権があるんだから返せって言われちゃうと、返さなかったら、窃盗罪に問われたりとかっていうリスクがあるわけなので、そういうことが起こらないようにその飼い主の所有権をとりあえず一時停止させて緊急に保護する、そういう制度が、法改正が本当に求められているなっていうところなんですよね。で、最終的には期限付きの使用禁止命令まで、やっぱりその人は動物を飼うに不適正な人、本当に虐待をまたもうしかねないっていうような状況の人にはやっぱり一定期間動物はもう絶対飼っちゃいけませんよっていうことを法的にもやはり禁止していくっていう必要をすごい強く感じてます。でないと虐待されていた動物を虐待していた飼い主にまた戻さなきゃいけないなんて、本当にちょっとありえない、ちょっと人道的に絶対できないことだし、そんな社会通念上許されるような、もう返すなんて許されることじゃないと思うんですよね。でそれのもう本当に最近で言うと、神奈川県の動物愛護団体の、施設内でですね、保護犬に対してすごい殴る蹴る怒鳴るの棒でつつくとかっていうね、虐待が行われていて、その動画がネット上に拡散して、もうみんながそれを本当に注目して、もうありえないと、もうこんなこと許されることじゃないっていうこと、すごい怒り のコメントがもう本当にSNS にこう拡散されてたわけなんですよね。で、やっぱりこういう
ことを防ぐためにも、所有権を剥奪するっていうところまでしっかりと視野に入れてやっていかなければいけないんですよ。でないと、まあ、いくらそれが事件化して裁判になってたとしても、いや所有権は自分にあるんだから、犬を返せ、ね、動物を返せって言われちゃうと、まあ、それでなんか抵抗して、まあ、例えばもし、ね、警察なんかがいやもうそれは法的に返さなきゃいけないんですよなんて言われて、それでも返さなかったら本当にまたそれも窃盗罪に問われかねないしっていうところで、当たり前のことが、まあ、その弱ってる虐待されている動物を保護するなんて当たり前のことなのに、その当たり前のことができないっていうね、動物を守ることができないっていうのが今の現状だから、やっぱりもうこれも絶対的に所有権の剥奪まで視野に入れて改正をしていっていただきたいということを、ね、お話しさせていただきました。そうですね、はい、あとはその刑事告発されて、うん、罰金刑になっちゃった猫の繁殖屋さん、うん、繁殖業者がいるんですよ。そこなんかは、うん、罰金刑になったのにもかかわらず、うんうん、オスとメス、私もうか買うからみたいな感じで、うん、いわゆる事業者としてじゃなくって、うん、一般飼い主として飼育しますからってことですね。そうなんです。で、うん、そういうことが通ってしまってるから、でもやっぱりオスとメスいたら子供を産むわけで、うん、子供を産んだら事業者として廃業になっていたとしても、知り合いのその、ブリーダー仲間にお願いしてオークションとかに行ってるわけですよね。だから結局罰金刑になったのが、まあ猫だとして、その犯罪の対象が猫だとしたら、その猫を使用禁止にしなかったらすごい繰り返すわけですよね。事業者として、ね、表立ってビジネスしてなくても、ね、陰で増やして知り合いのブリーダーに頼んで商売するみたいなことがね、実際あるわけだからね。でやっぱり不妊去勢手術してない数匹のオスとメスの個体がいたら、あっという間にやっぱり増えて、もうどんな思いで動物愛護団体がそこからレスキューして医療にかけて里親さんにつないでいったのか、何十頭っていうのをやってきたのに、あっという間に元に戻っちゃう。それはもう毎回それ動物愛護団体がやんなきゃいけないんですけど、おかしな話じゃないって。だからどっかでそれを止めるには、やっぱりその非虐待動物の使用禁止っていうのを決めていかないといけないと思うんですよね。本当に悪いことして、法律の抜け道でまたビジネスしていく人たちのね、その尻拭いをね、なんでその動物愛護団体がずっとやり続けなきゃいけないのかって、やっぱりその根本にあってる問題、こういった事件を防ぐための措置っていうのは絶対的に必要なのに、まあ、本当に被害に遭ってる動物だけじゃなくって、そういうことで本当に時間や医療費やっていうことを本当にたくさんこう提供している善良な人たちがいっぱいいるわけでしょ、うん、それは団体に限らずね、まあ、そういう人たちの被害を防いでくださいっていう意味でも、これは絶対に必要だよね。あとはさっきあやさんがおっしゃってくれた将来の使用禁止命令、うん、これは海外ではどこか地域に限定したところで、うん、例えば10年間犬の使用禁止ですとか、あと海外とかだと馬とか牛とか、そういったものを例えば20年間生涯における使用禁止命令とか、あと本当の悪質な動物虐待事件を起こした、例えばそれが犬だとしたら一生涯犬の使用禁止命令とかが出たりとかするんですね。でそれってすごい日本の法定刑の中で難しいっていうふうによく言われるんだけれども、やっぱり日本でもそれが普通に起きる可能性ってすごくあって、京都で傍聴した、うん、すごい10代の男性でね、一人暮らしのね、で次から次へと、ペットショップでね、子猫をローン組んで購入して、で次から次へと家の中でもう無残に殺してったっていう事件ね。いやだからそういうことを、結局こういう法律をきちんと生涯
こう飼育禁止命令ぐらいの強い措置をしないと繰り返すんだもん。まだだってペットショップで売ってくれるんだもん。売るんだもん。だってかつてじゃあ虐待事件にね、この人はもう本当にあの罪が限定しましたとね、あのそういう こう前科がついたとしても、そんなこう私前科ありますなんて言ってペットショップ行くわけじゃなくって、そんなの調べないと分かんないわけで、で、その人が普通にそういう虐待の犯罪歴があってもペットショップ行ったらまた普通に買えちゃうわけでしょ、うん、だからね、ありえないことだから。あとはそのホーダーの人とか、ね、アニマルホーダーね、うん、やっぱそういう人も一回もう立ち行かなくなっちゃって、あの助けてもらってきれいにして改善したとしてもまたやるから、うん、同じ不幸がそこでまた繰り返されるんで、だからやっぱりそういう再犯の可能性がある人に対してはやっぱり将来の使用禁止命令というのは絶対必須じゃないかなっていうふうに思いますよね。だってそれは私難しいことじゃないと思うんだよね。もうね、被害がね、うん、大きすぎる。もうそうなっちゃった時の運転免許だってそうじゃない、うん、免許取り消しとかさ、うん、やっぱり何か問題を起こしたら運転できないですよってなるわけで、たとえその飼い主に対してその飼育許可みたいなのがなかったとしてもね、でもそうやっぱり事件化するぐらい悪質なものは生涯禁止命令を下すなんて普通のことじゃないですかって本当に思うよね。